代表で。そんなあ、ぜひ皆さん。あ、じゃあ僕からいきます。はい、そうですね、笑えてこうグッとくる、お子様からご老人まで、もうどんな人でも楽しめる映画なので、ぜひ、はい、見てください。はい、はい、きっと世界中の方に楽しんでいただける作品だと思いますので、心ゆくまで楽しんでいただけたらと思います。年齢問わず、そして国籍問わず、そして時代を問わない作品だと思うので、楽しんでいただけたら嬉しいです。お願いします。はい、ありがとうございます。日本語でお待ち、声優の皆さんだけ聞いていいですか。はい、一番、簡単なんですけど、一番おすすめのシーンを教えてください。あ、おすすめのシーン、いけるシーン、言える範囲で。初対面のシーンです。アキノとエルルが初めて会うシーンですかね。確かにそこは共通してるかもしれない。そうですね、そこは。あとはもうちょっとネタバレになっちゃうんで、そうなんです、あの映画の最後の方とかも、はい、いいシーンがいっぱいあります。はい、なんかすごい素敵な衣装だなと思って。あ、ありがとうございます。今日お気に入りポイントお願いします。そうですね、あのコンシェルジュ の服装が青ということもあって、私も青をちょっと着させていただきました。そうなんですね、はい、お、まだ大丈夫かな。ちなみに、あれですか、コンシェルジュってどんな、印象ですかね。あの実際普段、ね、はい、プライベートでコンシェルジュを見て、コンシェルジュってどんな、本当になんかホスピタリティにあふれた、なんか本当に尊敬に値する職業だなと思ってます。人のためにこう尽くして何かをしようとする心を本当に尊敬しますね。はい、ありがとうございます。すいませんね、どっかで聞いたことで質問されたかもしれない。とんでもないです、ありがとうございます。聞いていただきまして、大丈夫ですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあよろしく。まだ作品見てないんですけど、ぜひ、はい、ありがとうございます。お待ちしております。Tokyo Borderless TV